Handsome Driver Presents You More Crazy、うん、こんばんは。どうですか、これでさ好き。いや、どうするでしょ、ね、今回はそれでしょ、あの放送の時に言ってた。そうです、ね、これが例のサイズが大きくって肩がもう全部隠れてるっていう。そうそう、好きです。それって細くてもいいよね全然。はい、なんでそんだけあったのに、はい、こう細ちっちゃくしたんだろうね文字を。そうなんですよね、なんか、ね、社員さんがミスっちゃったみたいで。ただもうミスなんですよ。そうです、発注さんのミスです。いや逆に僕はいいと思います。そうそう、これぐらいちょっとね、これぐらいの方がいいですね。グダーッと始まりましたけど、はい、ぜひぜひ。はい、はい、ちょっとまずは番組のご説明を、はい、この番組は毎週水曜日午後9時からの30分間ラジオバリバリさんで放送されているユーモアクレイジーの反省会をゆるくお送りするウェブ番組です。メインパーソナリティの私、坪北夏美ことなっちゃんと、はい、ジャガーです。見えないですよね、いるんですよ。見えない人いる。はい、はい、そして中ちゃんと、はい、この3人で反省会繰り広げていきますが、はい、はい、今回はね、もうねグイグイにこうイベント情報をねグイグイこうしてる方がね、いますね。僕のあのなんでしょう、ピコ太郎くだりは、はい、もう綺麗に忘れてるでしょうね。はい、まあ、何せあの鳥も2回撮ってしまいましたね。あのそうです、メイク2だったんで。そう、今日は私はこのイベントの PR と自分を売り込もうっていうのでライトもしっかり当ててもらって。やっぱりね、そう、明るい方がいい。あ、そう、うん、明るくないと。そうですよ、ね、今週末ですから。そうなんです、今週末ラジオ聞いてくださった方はもちろんお分かりだと思うんですが、うん、聞き逃したとか、うん、もう一回聞きたいっていう方にご説明していいですか。どうぞ。ありがとうございます。好きなだけ。ありがとうございます。この今週末、松山市堀之内城山公園で11月12日と13日、降らないですよね。2日間、まあ13日がメインなんですけど、イベントをします。堀之内公園で、いろんなね、あの音楽のジャパハリとかね、ジャパハリさんとか、あとはエノハガールズさんとか、皆さん知ってますよね、とか、あとは肉フェスとか B 級グルメや、あとはワンワン飛行とか、ね、うん、ワンちゃん連れてこれますよ。そうです、いろんな、あれでしょ、放送の時に言ってたワンワン飛行っていう写真。 それでしょ。そう、これです、これこれこれ、わかりますか、これですよ。バーストで撮れるんですよね、これ。撮れないです。綺麗に撮るにはちょっとコツが何個か必要なんです。そう、これこれこれ。中田さん、そうなんすか。いいカメラで撮るんです。いいの。あ、まあ、そう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 、そうです。バーストって1秒間60枚ぐらい撮れるんでしょ、あれ。最近のカメラはね、賢いですから、うん、進化してますね。もうね、パシッとおっしゃる映りますから。でしょ。そんなことを言うとね、我々あのカメラマンとか写真とかは、ね、はい、仕事がなくなる。あれなんでしょ、カメラマンの人みんなオートでしょ。あ、オートです、オートです。8割方オート。8割方オートでしょ。もう大体目つぶって撮ってますからね。ちょいちょいちょい。違う、本当の写真家っていうのは、はい、何でこう撮ってるかっていうと、心の目でしょ。心の目。深いわ。深い。バカでしょ。ファインダー覗いてるようじゃまだまだ甘い。なるほど、うん、なるほど、すいません、舐めてました。って言ってやってください。わかりました、言ってください。まだまだだぞ。あれなんでしょ、これやっぱ中田さんが撮るんだったらワンカットで撮るんでしょ。ワンカットです。カシャリで撮る。予防言いましたね、うん、もうそれ多分これね、この人それで食ってるんでしょ。まあまあ、でしょ。商標登録されてますからね。でしょ。ざん言ってるけど、違う、たとえそれでこう、あの足が4本地面についてても、うん、素晴らしい写真じゃないですか。自信が僕はあります。可愛いじゃないですか。そう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 、ね、そう、ね、可愛くない瞬間って逆にあるんですかみたいな。ない。なんか半目でも白目でも、そうでしょ、意外と可愛いブサカワだったりしますもんね。そういうのがありっていうんだ。僕なるほどね、なるほどね。じゃあ次のあのあれ YouTube のあのこう動画の、はい、あの何です、写真サムエルみたいな、サムエル、うんうん、
サムネイル、はい、白目向いてるところにしましょうかね。動画ですから一応向けます。それは。アイコン、アイコンがもう真っ白っていう。まあまあまあ、さっき言ったのは全部冗談です。もちろん当たり前です、当たり前です。冗談です。まあそんなどんどん脱線していってるんですが、ぜひぜひ12日は前夜祭ということで、3時から夜9時まで開催してます。長い。そう、芋炊きとかいろいろあるんで音楽フェスの。で当日13日日曜日は朝10時から夜の8時までやってるんですよ。芋炊き、あ、さっき言ったんだけど餅巻きとか、みかんも無料配布しているので、ぜひ。おいしいみかん。そう、おいしいみかん。そう、このみかんの、はい、なんちゃん、なんちゃん、はい、どうぞ。はい、今年のみかんは、はい、結構酸抜けがよくって、はい、甘く仕上がってるんで、はい、どなたでも食べやすいと思います。なぜか、なんでか、なっちゃん、それはなんでか。なんでか、夏寒かったから。夏、そうですね、多分気候のこともあると思います。おーい。でもそうやって言ってました。夏場、あんまり雨が降らなかったから。太陽ですよね、多分、太陽の。めっちゃ頑張ったんですね、みかんが。めっちゃ頑張った。そう、まあ、実際ちょっと収穫取れ高は量は少ないんですけど、裏作なので。でも今年は味はいいと思いますよ。食べやすいと思います。去年ももちろん美味しかったけど、はい、はい、なのでぜひ皆さんお越しください。行けばなっちゃんに会える。会えますよ。そう、ぜひ写真も撮ります。電話番号とかも教えてくれるの？それはないですよ。マジですか？ないです。この、ね、このキャラクターの格好してるっていう。そう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 。この上裸でね、ヒゲ描いて、その格好でしょ。それでギリギリタスキで、そう、タスキで見えないように立ってるっていう。見えない。確かに大きいのはその理由だったみたいな。なんてないじゃないですか、本当に。そしたら来場者、そう、倍増、思ってるより 1.5 倍ぐらいになりました。1万人目標にしてるんで。ああ、行く行く行く行きますかね。それ、ほんと行きますよ。今後の活動に支障が出るんで。まあそうですよね。ここにテロップで、お嫁に行けない、全部嘘ですって書いてください。全て嘘です。どう書くかは俺次第。いやでもまあ、このタスキしてるんで目立つと思います。ぜひ皆さんいらしてください。はい。ちなみにあとなんか言うこと、あ、そう、先ほどもラジオで言ったんですけど、そのみかんの皮はみかんアートで使うので、ぜひイベント中に食べてみかんの皮を私に持ってきてくれると。本当になんかね、もなんか持ってきたの、いろんな形の人形。あ、ちょっと困るけど。その皮を集めてるところがあるん。あります。特設ブースがちゃんとあるので、そこに持ってくるよ、それ。袋じゃ持ってきますね。袋持ってきます。でもそれで持ってきてくれたら、この番組を見てるって方だから。あ、なるほどね。そう、あ、そんな人にはなんかね、そうそう、よもくれ見てるんですよ、ね、聞いてるんですよみたいな、そう、なんかしてやるみたいな。そしたらね、ハムの一つでもしてやるだろうね。そうない。サイン書く、サイン。サイン。忘れた。この前変えた。なんかサインの。あ、サイン。あ、思い出したな。何忘れてるの？次。次の約束ですよ。次の時にまでには。わかりました。もうすぐですから。はい、天才ですから。サイン書くんで。すぐです。サイン書くんで、皆さんぜひ見たよって言ってくれたら無料で書きます。ぜひ来てね。ぜひ来てね。書かれる。そう、ぜひ来てね、来てね。いや、いいと思います。はい。抜群に主張してますから。ありがとうございます。もう今日最初から最後まで、今現在それしか言ってない。はい、そうですよ。もう言わせない。このウェブ番組は反省会はもうそれしか反省しない。それしか反省しないっていう。そう、いつも私はタスキを反省、タスキしか反省しない。3歩ぐらいこう後ろに下がって2人をこうサポートしてる。いや、そういうわけでもなく、我々が先頭を切って歩いてる。そう自らね。いけない、私みたいな。そうですよ、もう10分になりますからね。はい、じゃあそろそろ終わりの時間ですか。早いですね。楽しかった。全然話してないですよね、今日。楽しかった。何か話、そう、今日の反省、
いろんなイベントがこうあるんですよ、他にも。いろいろ本当ね、ラジオさんの話とかもしたかったし、そうラジオさんの話とかもしたかったし、ね、さんの話に関しては、まあ、もうちょっと先ですから、そうなんです、11月の26日なので、まだちょっと先なので、ま、ジャマーさんとシャクさんはマブダチなんでしょ。そう、マブダチ、そう、まあ、一緒の芋炊きをつついたな、そうで、そこの壁にサインがあるでしょ。動かしたい、動かしたい、はい、これです、これこれ、はい、これですよ、これですよ、ね、めっちゃかっこいいですね、こういうスタジオで撮ってるね、中田さん、はい、すいません、油断してましたけど油断しないでくださいドッキング、いや、いいです、ちゃんと撮れてますか。撮れてますよ。いいですか撮れてますよ。大丈夫ですか。撮れてますよ。撮れてくれないと。あ、はいはいはい、はい、これにもぜひ来てくださいね。はい、そういうこと、11月26日です、お願いします。また詳細は後日どんどん話していくので、お楽しみに、ね、毎週毎週ね、もう掘り下げるみんなが忘れないように、そうそうです、これすげえ勢いで押し込んできましたからね、ジャガーさん、ね、そう、これ次の収録でいいっすよねさ、いや、毎週行こうぜ毎週もう予定入れといてください、スケジュール帳に書いといてください。前より2500円、はい、の当日3000円、はいはい、いくら跳ねるんですか、ジャガーさん。5000円、うわー、お足りないいやもうね、カツカツですわそうでしょうね、そうなんですよ、シャケさんですね、あれなんですよね、今治の方のベルデュールカフェさんとか、いろいろ協力はしてもらってるんで、ね、はい、ね、はい、各社入ってらっしゃるとか、はい、結構毎年やってるんですよね、はい、毎年、そうですね、3年目ぐらいじゃないですか。そうですね、3回目ですね、すごいですよ。場所は松山市三番町3丁目6-2ですよ。はい、三番町です。郵便局の裏です。あ、わかりやすい、中央郵便局の裏にあります。愛媛のご近所の、高知、香川、広島、もうね、このね、あの動画ですから、そういう遊び方もね、うん またこれであの変なおじさんたちは誰ですかみたいな、そう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 、何っていうか、もうこれそうそう僕だけですから、そうそうそう、もうね、なんちゃんも、ね、なんちゃんの友達に言われたんでしょ。言われました。どっちで、あの動画で、それとも動画です、動画です、動画で、はい、ほらほらほら、もうすぐ誰なんですからね、おじさんやんって言われてました。ああ、そうだね、そうしょうがない、事実ですから。いやそうじゃない、でも回を重ねていくことにすごく仲良くなれてる気が私はしているので、嬉しいです。ありがとうございます、本当に、ね、こちらこそ、もう本当にね、いや、とんでもないちょっと3歩進んで2歩下がるぐらいの勢いで、いやそう、まあ、ぜひそんな中田さんとジャガーさんにも今週末行われる忙しいな、ニキビ県民さん、ちょっとどうぞ来てください、ぜひぜひぜひ、忙しい、ちょっとぜひ顔つかないですよぜひ来てください、お待ちしてます、お願いします。はい、まあ、そんな感じで、その場所どこでしたっけ。松山市城山公園です。はい、はい、じゃあもうね、城山公園でなっちゃんと握手みたいなね、そうするよ、披露物みたいなね、そうです、サインも書きますよ。なっちゃんの中に入ってるんでしょ、その人形の。違います。また言いますね、これ。これ違いますよ。その格好を。しないです。タスキにして。もうね、これは打ち合わせを含めると何度もこのくだりやってます。そうですよ。タスキがもう本当に。いいです、もうやらないです。そのタスキでギリギリ隠れるんでしょみたいな。そう。本当今後の活動に支障を来すんで、取り上げください。なるほど。了解しました。はい、お願いします。はい。じゃあもうそんな感じですか。そうですね。終わり。はい、ぜひ来てくださいね。今日喋れって言ったら僕全然喋れます。いやもういいです。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 はい。といったところ、といったところで終わりのお時間がやってきました。ユーモアクレイジーの本放送は、愛媛県今治市内の方は周波数 79.8 メガヘルツ、FM ラジオバリバリにて。その他の地域の方はインターネットサイマルラジオにて全国どこからでも聞くことができます。画面の下に URL が載ってると思います。ご覧ください。
毎週水曜日午後9時からの30分間と土曜日の夜8時から再放送されます。この番組は本放送も公開されますので合わせてご覧いただけると嬉しいです。そして番組への感想リクエストはこちらまでお願いしますね。ということで、ぜひ週末はこれに来て私に会いに来てくださいね。じゃあまた来週、バイバイ。また来週、これです、これ。バイバイ。いるよ。ぜひ。Some Level Presents You More Crazy.